はい、それではね、こちらオリーブベージュカラーの、コットンストレッチの紹介になります。でまずね、この生地の特徴なんですけども、コットンストレッチになっておりますね。で、織りもね、通常の平織りになるんですけども、やっぱりね、こうアパレル用の生地になりますので、通常のやっぱり手芸用のね、生地とはまた違った雰囲気をね、こう楽しめるんじゃないかなと思います。結構ね、織りがね、繊細なんですよね。はい。で、カラーがね、これすごく特徴的で、このオリーブ、ベージュカラーっていうことでね、結構何とも言えない、なかなかありそうでないようなね、色なんですけども、少しね、こう、オリーブグリーンがかった色合いがね、すごくこう、大人っぽくて、この辺がね、特徴的でね、いいんじゃないかなと思います。はい。で、次ね、厚みの方も、これ使いやすくてね、中肉厚になりますね。薄すぎないので、パンツとかね、ボトムスなんかにもすごくね、使いやすいんじゃないかなと思います。はい。で、ストレッチということでね、ちょっと伸び感も見てみましょう。こんな感じですね。はい。で、これは、イメージで言うと弱ストレッチになります。ストレッチをね、こう伸縮性を強調しすぎないような、ナチュラルにこう伸び感を楽しんでもらうような、ストレッチになります。はい。使いやすいね、厚みなので、洋服全般にね、こう使える、使いやすい生地なんじゃないかなと思います。